毎度みゆちゃいです。今日はこの背景わかります？はい、そうです。今日はいつもお世話になってるハーブドリーム東京本院に来ております。ゆた先生とのコラボです。それではみみ、はい、ということで今日もゆた先生に来ていただきました。はい、こんにちは、田中ゆたです。よろしくお願いします。お願いいたします。ゆた先生とのコラボは3回目になるんですけど、はいはい、今回もあの、私のフォロワーさんからいただいた整形の質問について、はい、ゆた先生に答えていただきたいなと思って、はい、結構今回私がクマ取りしたってこともあって、うん、そのクマ取りの質問が結構来てて、うんうん、なのであの先にクマ取りについての質問を答えてもらって、はい、ゆた先生に、はいはい、でその後にクマ取り以外の質問もちょいちょい来てたんでそれも答えていただけたらなって思います。変な質問じゃないですよね違います、大丈夫です。大丈夫なやつ。じゃあ早速いいですか？はい。みそもそも、うん、クマ取りってどんなことするんですか？今回やった場合だと目の下のクマ治療、はい、悪感弁してこの結膜っていう裏側ですよね、ここを少し切ってでそこからその眼下脂肪っていう脂肪を取ってくる治療ですね。はい、みゆちゃいは、目の下ゴルゴ、ここの脂肪注入、まあ、取った後どうしてもちょっとへこみが出るので、うん、そこに脂肪を入れてあげてボリュームを出して、まあ、フラットにする。あとは、まあ、おでことこめかみの脂肪注入みたいな感じで、今回はクマ治療他にあるとしたら、まあ、その脂肪注入をせずに、まあ、例えば裏ハムラって聞いたことあるかもしれないんですけど、なんかその脂肪を取って、でその脂肪を取り除かずに移動させて脂肪注入の代わりにするとか、要はその取った脂肪を脂肪注入代わりにするやり方だったりとか、 あとはさっき言ったその切開ハムラといってこの皮膚のたるみごと取って脂肪を取る方法とかもあります。どういう人に向いてるんですか、裏ハムラ？裏ハムラは基本的に要はその脂肪注入をしたくない人、例えば太ももを脂肪吸引しちゃってて太ももが脂肪がない人だったりとか、 あともうガリッガリの人とかっていうのはやっぱ脂肪が取れないので、あ、まあ、そういう人はもう自分の脂肪でやるしかないですよね、ここにある脂肪でやるしかないので、そういう人は裏ハムラしたりとか、ダウンタイムが取れない人とか、とかは裏ハムラでやる人もいます。先生に見てもらってどれがいいかになりますよね。そうですね、うん、まあ、あとは僕的にはその脂肪注入までした方が絶対綺麗になると思うんで、うん、裏ハムラってあくまでここにあるやつでやらなきゃいけないので、うん、100点はなかなか取れないんですよ、あ、80点にはなるかなって、はい、うん、なんか足りないってことが起きるってことですね。もうちょっと入れたいけど、もうここにこれしかないから、うん、これでしかいけないっていうところで、うん、ちゃんと綺麗にするんだったら僕は脂肪注入までした方がいいと思います。ちょっとダウンタイムはね、そうですね、ダウンタイムはちょっと出ちゃいますけど、あるけど、はい、どんな感じになるかとか、うん、10日間ぐらい折った経過をもうすでにチャンネルの方に出してるんですけど、はい、まあ、ダウンタイムはそのミユの方を見てもらって、ゆうた先生の方ではもう手術全体最初から最後までを折ってくださってるので、あの手術内容とか実際の当日のそのオペ風景が気になる方はゆうた先生のチャンネル見てください。はい、み二重とクマ取りどちらもする場合、はい、先にした方がいいのはどちらですか？順番とかありますか？いや、もう本当に場所が違うんで、あの全然どっちでもいいんですけど、単純に自分がどっちが気になるかでいいと思います。うん、二重整形したからって言ってこうクマ取りが変わるとかはないですし、ないですし、これ同時に施術することも同じ日にやる人めっちゃ多いと思います。うん、はい、じゃあダウンタイム1回で済みますね。そうです、そうです、まとめちゃった方がいいんじゃないかなっていう。クマ取りダウンタイムどれぐらいありますか？やりたいけど仕事も休めないし気になります。クマ取りは、まあ、その脱脂って言って脂肪を取るだけなのか、あと脂肪注入までするかで結構変わってきて、クマを取るだけだったら正直 2,3 日あれば十分かなっていう感じ、うん、もし脂肪注入までするんだったら、まあ、1週間ぐらいかなって感じですかね、うん、はい、まあ、みゆちゃんみたいにこうおでこのところに脂肪まで入れるってなると腫れがもうちょっと出るんで、まあ、2週間ぐらいは欲しいかな、そうですねっていう感じですね。全くみゆと一緒の施術内容をするなら2週間もあれば十分ですけど、うんうんうん、見た目のピークとかは5日とかなんで、うんうんうん、まあそうですね、うん、本当に最初の 3,4 日ぐらいがピークですね、うん、脂肪注入する人、うん、色クマはどんな施術をしますか？その要は血流が悪かったりすると、まあ、この黒っぽいクマになるんですけど、うん、一つはその脂肪が原因だっていうこともあるので、まあ、クマ取りの適用があるかどうかっていうのはまず見る必要はあるし、うん、あとはその血流が悪いんであればその、まあ、マッサージだったりとか目周りの血流っていうのを良くしてあげたらいいとは思いますね。カウンセリング受けてみて、まあ、そのいろんなクマの種類があるから、まあ、実際に見てから何がいいよっていうのは提案できるかなっていう感じですかね。
なので来てください一度、はい、熊取りした数年後熊がまた出てくることありますか？基本的にはないです。ただその熊っていうのは要は眼球があってその周りに脂肪がついててそれがねこう年々たるんできて下に落ちてきて前に出るっていう感じなので取りすぎたらもちろんベコってへこむんですよね、なんでちょうどならないぐらいで止めてるのですごく脂肪が多い人とかっていうのはね10年後20年後とかにちょっと落ちてくるケースはもちろんある。どうせ取るんやったら、ちょっと年いってから取った方がいいってことですか？そうではなくて脂肪っていうのはこう落ちてくるんですよ、で結局こうボンと前に出てくるので、それが長年続くと今度皮膚が伸びるんですね。なんで年を取ってから取るとあの皮膚が余ってるのでぐしゃっとなるんですよ、要は風船がしぼんだような感じになるので、結構ここがシワシワになったりしてるんですね、なんでどっちかっていうと皮膚がパーンと張ってる時にもう早めにクマは取っちゃった方がいいんで、まあ、なるべく若いうちにやった方が綺麗になります。そのこの余った皮あるじゃないですか、年いった時に取って余った皮膚はもうどうすることもできない？まあ、基本的には皮膚切除っていってこの涙袋というかこの目の下の際ですねに沿って皮膚を切る。だから要は皮膚を切ってピンと上に持っていく。そうするとパツンと張るので。表面の傷は？目の下はあのまつげが生えてるので全然目立たないです。もし皮が余っちゃったらその手術を。そうですね、だから年齢が上がってからやる人は皮膚切除っていうのも一緒にやってあげるとすごい綺麗になります。はい。でも思ったのがダウンタイムも若い方が早くないですか？あ、でも早いですよ。ですよね、もちろん。だから私ほんまに1日でも早くやった方がいいなってめっちゃ自分で思いました。やっぱりこう年齢が上がってくると代謝が落ちるのでやっぱ回復が遅くなるんですよ筋肉痛とかがなかなか治らないのと一緒で若い方が絶対早く来て早く治るんで、まあ、あの傷の治りとかも若い方がいいです。ですよね。み視力が悪く常にコンタクトしようなんですが、クマ取り手術前後でコンタクトレンズは使用可能ですか？まあ、クマ取りってのはこの悪感ベースター裏側から取っていく場合だと1週間はコンタクトは避けた方がいいと思います。私ですよねそれ。はい。知ってた5日目ぐらいとかで知ってたごめんなさい、まあ、大丈夫なんですけどね大丈夫なんですけど一応その傷がここにある状態なので、まあコンタクトって言っても指で触って汚くなるんで、それがバイ菌とかが入って感染が起きるとあんまり良くないので、まあ最初の特に3日4日ぐらいはなるべくやめといた方がいいかな。メガネ生活ですねの方がいいと思います。まあダウンタイムも隠せるのでほんまやメガネの方がちょうどいいと思います。はい、はい、クマ取りだけとヒアルロン酸注入、どちらがクマに効きますか？クマの種類にもよるかなとは思うんですけど、クマを取ってヒアルロン酸注入するのはすごい綺麗になりますね。普通脂肪と何が違うんですか？ダウンタイムがない。ヒアルロン酸だけだったらダウンタイムはないので、ダウンタイム取れない人とかはヒアルロン酸を代わりに入れる人はいます。あと太ももから取りたくないっていう人とかだけど、まあ1年2年でなくなっちゃうんで永久的なのを希望されるんだったらちゃんと脂肪注入までした方がいいねって感じですね。脂肪注入はちょっと腫れるから。でもこのセットがいいんですよね、クマ取りと脂肪かヒアルロン酸の注入のセット、組み合わせの方が綺麗になりますね。なので私はそれをしました。クマ取りの時、頬骨上に脂肪注入され、頬骨が目立つ、改善できますか？なんか要はこうアンパンマンみたいになっちゃったってことだとは思うんですけど、まあ、メーラファット除去っていって、まあ、脂肪吸引をしたりとかもできますし、あとはまあ脂肪溶解注射とかでちょっと打って減らすってことはできるので、それはやる方はいますけどね。まあ、ただ見てみないとそれがね骨が出てるのかとか脂肪がついててるのかとかっていろんな原因があると思うんで、まあ、見させてもらうのが一番。クマ取りの失敗例ってあります？クマ取りの失敗例、まあ結構その隊員さんとかで失敗しましたみたいなのはよく聞くんですけど、そんなに難しい手術ではない、まあ、取りすぎてへこんでしまったとか老けちゃったみたいな感じ。あとはなんか取ったのに変わってないとか、まあ、要はあんまり取れてないんだと思うんですけど、失敗って言えばそんな感じになる、まあ、失敗って言えばそういうところかな。1回入れたら一生もんですか？脂肪注入のことですかね。基本的に脂肪注入ってのはもう一生ものですね。はい、なんでまあ1回入れちゃえば、まあ、ほぼほぼ綺麗になるかな。ただ例えばおでことかっていうのは結構減りやすい場所ではあるから、まあ、もうちょっと入れたいなとか、もうちょっと丸くしたいなって方は2回目とか入れる方はいます。
入れたものが全部どっかに吸収されてしまうってことはないですか？あんまりないんですけど、基本的にはその加齢、年齢がこう上がっていくにつれて、あの脂肪とかって吸収されていくので、年を取ると例えば頬がこけてきたりとか、まぶたの上がくぼんできたりとか、こうボリュームが減ってくるんですよ、ね。うんうん、注入した脂肪は減らないってわけじゃなくて、加齢とともにちょっとずつは減ってくる、うんうん。でもほぼ一緒もん、まあ基本的には一緒もんですね。はい。みゆうた先生自身がハーブで実際にやっていることはありますか？僕がやってること、いやもう僕ちょこ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 受けてますけど、最近だと、まあ、ポテンツァ、ポテンツァえ初めて聞いた、何それ。初めて聞きました。うん、美味しそうな名前今結構韓国で流行ってるのかな、韓国ですごく流行ってるんですけど、ポテンツァっていう機械で、まあ、進化版のダーマペンってやつです。肌改善ってことですか？肌改善もできる、本当に毛穴とかニキビ跡とかにも効くし、うん、それこそハイフみたいにタイトニング締める効果もあるので。1回でですかそれ？モードは変わるんですけど、その1台で毛穴もいけるし、ニキビ跡もいけるし、赤みもいけるし、たるみもいけるみたいな。すごい結構もう万能な機械があるので、最近はそれをなんかいろんなモード試したりとかしてました。そのダーマペン系の肌きれいにするやつは結構傷つけたりしますか？傷はつけるんですけど、ダーマペンよりもダウンタイムが少ないのに、ダーマペンより効果があるんですよ。へえ、うん、めっちゃいい。そうえ、めっちゃいい。だから今めっちゃ人気です。流行ってるんですね。めっちゃ流行ってる。知らんかったマイクロニードル RF って言って、先っぽにちっちゃい針がついてるんですよ、うん、まあ、BCG のハンコみたいな、あれをこうカチャンカチャンってつけていくような感じ、まあ、いわゆるちょっと水光注射みたいな感じのイメージなんですけど、その先っちょに RF って言ってラジオ波が出るようになってるので、出た先でこう熱をグワッと加えられる、針の先に熱が出る仕組みになってるので、うん、その先でこう引き締めたりとか、ニキビ跡とかをこう焼いてくれたりとかっていう治療ができる。やりたい。結構本当に今一番新しい機械ですね。ポテンザ。ポテンザ。皆様知ってました？はい、マジで知らんかった。名前が可愛いので。はい、ポテンザ。今度やりに来ます。ぜひ。次、最後いいですか？はい、踏み出せない私の背中を押すエピソードが欲しいです。なんか押す。押すエピソード。でもみゆはダウンタイムめっちゃ怖いけど、うん、そんな悩んでる暇やったら一日でも早くやった方がいいなって思うぐらいやって。うん、良かったなって思うことばっかりやから、うん、ダウンタイムなんか10日ぐらいしかないんで、うん、そうやったらもう毎日自分の顔見て、うわクマがって思ってることを考えると10日は我慢、そう全然できる期間やし、海、うん、はやっていいことしかないかな。メイクも時短になったし、うん、すっぴんも老け顔じゃなくなったし、うん、でコンプレックスやったこのデコのへこみ、うん、もうなくなってデコ出しスタイルができるようになったし、うんうんうん、なんかいいことしかないんで、うん、ぜひって感じです。そうですね、まあ、多分なんかその怖い人ってなんかこう失敗を考えるから怖いのかな、うん、多分失敗したらどうしようとか、うんうんうん、変になったらどうしようみたいなのがあるから、みんなちょっとこう躊躇するというか、そこって多分本当に先生選びとかクリニック選びってめちゃくちゃ大事だと思うんで、うん、なんかそこはちゃんと選んでほしいし、いろんなとこカウンセリング行ってみてほしいんですけど、まあ、多分本当にその実際に一番後押しになるのって多分成功した人の声なのかなとか、あの先生でやってすごい良かったよとかっていうのを聞いて、あやってみようってなるのが一番なんだろう、信頼度が高いというか、うんうん、口コミよりもリアルな口コミの方がなんかすごいこう後押しになってるのかなっていうのを、いろんなお客さんが来る中で誰々に言われてきましたっていうのが最終一番多いな。仲のいい子に勧められるのが一番でも信用できるなってなります。確かに確かに確かに。だからインスタとかでなんか誰かが上げてたら、えこれ本当に良かったのみたいな感じで結構聞いたりとかしてる。で本当に良かったよって言ったら、あ本当にいいんだってなるから私聞きます、まあ、えこれほんまにいいやつって聞きますだから本当にそういうリアルな声うんうん、うんうん、これは本当に良かったよみたいなのが来ると、なんかそこで一気にスッて来る人が多いなっていう印象ですね。で迷ってるあなたっていうか、まあ、迷ってるミューのファンの方は近くの人に聞いて、その口コミで先生選ぶのもいいかもしれないですね。いや本当にそれはいいと思います。はい、ありがとうございます、はい、みでは先生今日も忙しいのにありがとうございました。ありがとうございました。本当にまた第次4弾あるかもしれないんで、その時はまたよろしくお願いします。次は何をやるんですか？分かんないんですけど、またあのコラボできたらなと思います、はい、よろしくお願いいたします。
じゃあみゆちゃんにやってほしいところまたコメント欄とか書いておいて。はい。あんたここやった方がいいんじゃんみたいな。ゆうた先生にここやってもらいいっていうのあればあのコメント欄お待ちしてます。はい、お願いします。ナイスパスすぎた。ゆうた先生の方の動画も上がってるのでそちらもチェックしてみてください。概要欄に貼っておきます。はい。はい。それでは皆様今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、コメントの方よろしくお願いいたします。で、私もゆうた先生もインスタグラムやっておりますので、はい、そちらの方もフォローしてください。よろしくお願いいたします。ではほんなまた明日、バイバーイ。